5G を徹底的に私たちは国頭から与那国までの間で早期の実現をします。どこでも 5G が使える、それをやるんです。それをやることで何ができるか、自動運転ができるんです。そして農業も IT 農業ができるんです。 5G は私たちがスマホを使うときに便利なだけじゃなくて、あらゆる産業にアクセスできる、そういう意味では 5G を使い自動運転をやることで交通渋滞や人手不足を解消する、そういうようなことにもなります。そして一番大事なことは事故がなくなる、大きなことです。もう交通事故で亡くなる人はゼロになるかもしれません。それがこの自動運転の強みだと思います。